バスケットオークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第388回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と金です。お久しぶりでございます。お久しぶりです。なあ、元気してた？いや、元気してましたよ。まあ、プライベートではね、たまにこう話したりするんだけど、なかなか収録はできなくなってきたよね。そうですね、真逆なんですよね。真逆なんだよね。はい、その分モン吉とはできてますもんね。うん、まあそれでもこう僕の方が、まあ皆さんね、リスナーさんも聞いてて分かるように、まあ、夜中なんですよねで、まあ昼とか朝、まあ仕事する僕として12時を回って収録っていうのは、もう集中力が下がってしまって、いや辛いっすよ。なかなかもうちょっともうね、正直寝てるんじゃねえかって思われた方もいると思うんですが本当にね、あの寝そうな時もあるんですよでもまあやっぱりバスケ情報は仕入れときたいし、モン吉からいろいろちょっと教えてもらいたいなというの、はい、そうですね。僕もあれ毎回聞いて超面白いですもん。あ、そう、はい、いいですよね。あえて、ま、ゲーム見に行けるし、関東いいよないろんな試合見に行けるし。でもね、やっぱりあのどうしようかなって迷う時もありますよ。ギリギリ行けるかなとか、うん、仕事をちょっと、うん、こうなんかスケジュール合わせてとかっていう時、やっぱりでもできるだけ行けるようにしますね。うんうんうん、もったいないなと思って。そうやな、せっかくのチャンスなんで。まあ本当関西住んでたら、そういう大きな国際試合とかさ、なかなか見れないからね。そうですね。それはね、バストラのパーソナリティとして使命感を持って行っていただけたらと思います了解ですさてさて、本日11月18日は月曜日、お昼の12時10分というところでございます。はい、皆さん、はい、今日の騎士は元気でございますよちょっと声からしてるのはね、リーグ戦があったのよ。なるほど。で、あのクラブチームのリーグ戦なのね、できて、まあ、やってるわけですけれど、それで声を全然聞きづらくないんで大丈夫ですよ。あ、大丈夫、ありがとう、はい、優しいねさてさて、今日はキリ君、久しぶりに何を教えてくれるのかな。はい、これはですね、前回のちょっと続きから入るんですけど、モン吉からの続きからで、あの入れ替え戦見に行ってきまして、これが暑かったんでしょう。そうです、暑かったですね。1試合しか見れなかったんですけど、仕事の関係上、神奈川大学と東洋大学の2戦目の入れ替え戦です。でこれちょっと振り返ると、1戦目が、神奈川が負けてたんですよね、10点とか。ほうほうほう。それで逆転して、最終スコアが73-70とかで、3点差で勝ち切った試合の後の次の日です、ね。なるほど。はい、でこれ、あのその前の日に東洋大学の佐藤信長監督が、もうまた明日試合で下を向いてる暇はないし、がっかりする、もう暇も時間もないと、もうただ単に明日勝つしかないわけだからっていう話で、で、まあ、そのちょっとやっぱ違いが、神奈川大学はやっぱ一部でずっとやってきたし、とにかくボール持ったら全員がリングを見てると、でも自分たちはやっぱりどこにパスを出そうかっていうのをずっと探してるから、オフェンスのそのリズムがつかめてないしっていうことを言ってましたけど、なるほどなるほど。それを聞いてるときに、まあね、パスを見てるっていうけど、もう出すところもないんですよ。なるほど。で、果敢にドライブしろっていうことも言いますけど、ドライブしても最後まではいけないんであれば、まあ挟まれるっていうか捕まっちゃうんですよね。だから数少ないそのチャンスの中で、まあ、決定的なそのフリーのショットがあった時にほとんど決まってるんでね、東洋は。シュート力がすごいあるなっていうふうにはちょっと前の試合見て思いましたし、でこの2戦目ですよ、周りの観客もバスケットのオタクみたいなのがいっぱいいてですね、で OB の方とかもいっぱいいて、そこにちょっと自分も、あの紛れ込んで来てたんですけど、こう言ってました、やっぱり神奈川は1戦目勝ったのがめちゃくちゃでかいよね、あのやっぱアップ見てても、東洋はもう必死感の全てなんですよ。今日負けたら終わりだからって。でも神奈川はもし今日負けてもまだ明日あるやんっていうぐらいの、まあそんな気持ちじゃないかもしれないですけど、そういうぐらいちょっとリラックスしたアップから始まり、なるほど、はい、でまあ2戦目、
ティップオフ突入しまして、うん、まあ最初の、スコア大坂部選手、これもむちゃくちゃタフショットでした。あ、そうなんや、はい、でこの前ウォン吉も言ってたんですけど、タフショットほど決まるんですよね、あの選手。ファールじゃないのっていうところだったんですけど、審判は吹かなくて、もうちょっと倒れ込んだけど、入りましたね、大坂部選手のシュートから始まりました。どんなシュートやったの、それは。これはトップからだったんですけど、うん、あのドリブルからではなくて、あの、スクリーンかけてもらって、うん、左45度から、トップのところでボールをミートしてもらって、そのまま上に飛んでシュートを打ったんですけど、その、 あのシュートに対してチェックが入ってきてたんですけど、それが若干ファールっぽかったなって見えたんですけど、ファールではなく、まあ大坂部選手はそのまま後ろに倒れましたけど、シュートは決まりましたね。へえ。そんな始まりから始まり、まあ最初はやっぱり神奈川と来て、ああこれ神奈川ちょっと行っちゃうのかなと思ったんですけど、1ピリなんとか、4点差ぐらいで、東洋もへばりついてましたね、食らいついてました。ほとんどのシュートがね、東洋入ってたんですよね。おお、そうね、入ってでも4点差で負けてたんだ、はい、そうですね。うん、でまあやっぱり2年生の小針選手っていうんですかね、ガードの、まあ、この選手のリード力がすごくやっぱあってですね、大坂部選手を使わなくてもインサイドのプレイヤーとか、尾形選手とかもしっかりあのコントロールしてましたし、まあ、神奈川総合的には強いですよね。対する東洋も田代選手がもう1ピリ絶好調で、ポンポンって点数決めているのがほとんどミドル、まあ、速攻からのミドルとかそんな感じでよく決めてましたね。なるほど、はい。でまあ最終もつれ込むのかなと思いきや、もう3ピリぐらいからちょっと点数が離れてきまして、10点12点差ぐらいでずっと神奈川リードで、ちょっと4ピリどうやってしのぐんやろうっていうところで、3ポイントばっかり攻撃で東洋走ってきたんですけど、なかなかそれがやっぱ決まらず、最終スコアは、いくらだったかな、60何対50いくつとかで、67-55で神奈川が勝ってインカレ出場決めましたね。ですね、この前回 の、あのインカレのこの入れ替え戦の9位と10位の話してたじゃないですか、あれ確かに面白いなと思って聞いてたんですけど、10位は3戦あるうちの2勝しないといけないんですね。だから神奈川は、初戦に勝って2日目も勝ったんで、もう3戦目はなしで入れ替え戦なしで、もうそこで終わりの残留決定のインカレ出場だったんですよ。で早稲田は、2回しかないんで、9位なんで、で1回勝てばいいっていう話だったじゃないですか、だから、1回負けたとしてもまだ次がありますよっていう話なんですけど、正確に言うと早稲田はアドバンテージがあって、9位なので1勝0敗から始まるんですよ。なので1日目を試合しなくて、神奈川が2戦目から始まるところの日から早稲田の試合が始まるんで、早稲田がそこで勝ったら1勝0敗から始まってるんで、2勝でこれで終わっちゃうんですよ。仮に早稲田が1番最初の日に負けたとしたら、ここで1勝1敗になって3戦目になるっていうところで2日目があるんですよ。こういう形なので、やっぱり9位はかなりやっぱ入れ替え戦残る率が高いですね。そして相手チームのその4位と当たるんで、それはやっぱり勝てる可能性が非常にでかいし、それだけのやっぱメリットがありますね、9位には。10位は逆に3位と当たるんで、でそこで3戦あるうちの2勝をしないといけないってなると、逆に上のチームより下から這い上がってきたチームの方が勢いがあるっていう時はあります、ね、なるほど、はい、だ今回もその2部と3部のところもやっぱり、9位のチームは残ってましたね。はい、なるほどね。これで神奈川の入れ替え戦残留して、来年も一部、そしてインカレが見れるっていうところですね。そうやね、これは皆さん見てほしいな。僕も見ます。楽しみです。これ楽しみ。
はい、そんなところでインカレの組み合わせが決まりました。あ、これぜひ教えて。はい、これはちょっと岸さんも今パソコンの上ちょっと開いてもらったら、うん、一緒に見れるかなと思いまして、うん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 、まず32チームなんですよね、はい、インカレは。で、そうですね、1番、はい、優勝した大東文化、はい、関東1位大東文化が1番を、はい、2番に大阪体育大学が入ってしまいました。うん、なるほど。はい、関西5位となります、うん、これ左上から番号がね振ってあるね、はい、うんうんうん、まあ、ここはやっぱりちょっと注目のカードではありますよね、うん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 、バスケトークラジオにも何回か出てもらった藤本浩太選手がいますから、うんうんうん、大阪体育にはそうよね、はい、でまあ関東の王者として大東文化どんなゲームをするのかなっていう初戦なんで、うん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 、入り方としては非常に大事なところですよね。大阪体育は何位って、はい、5位です。5位か。でその下が酪農、学園と京都産業と、まあ、これ、うん、京都産業勝ちますわ、うん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 、関西1位王者ですんで、うん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 、そうするとね、まあ大東文化が初戦どうなるかはちょっとまあ何とも言えないですけど、うん、いきなりここで大東文化共産の関西関東のナンバーワンがぶつかるっていうところも楽しそう、楽しみですね。共産と大阪体育ってどれぐらい空くんだろう、はい、2点差とか3点差だったゲームがありましたね。103対105とか、はあ、はあはあはあ、はい、そうか、すごいランゲームになってんな。そうですね、ただまあ京都産業はサンブー選手なんですよね、うん、対する大東文化はモッチラミン、うん、ハビブ、うん、ジェスモンドと、うん、こう3枚持ってますからセンター、やっぱりサンブー一人じゃちょっと厳しいですね。うーん、なるほど、はい、はい、次行きましょう。まあ、全部言ってると長くなっちゃうんで、注目したいところが日本体育大学ですね、うん、これ一番左の端の16番目にいるんですけど、うん、で初戦が仙台大学と、うんうんうん、まあ楽勝だぞと思うかもしれないですけど、うん、なかなかしぶといです仙台大学、うん、東北でやっぱりシューター軍団って言われてるぐらいあって結構粘りっこい試合するんで、うん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 、まあ初戦、まあ、ちょっと当てこずるかなと思ってますね。ああ、そうなんよ。はい、仙台大学って国公立だよね。そうですね。おお、すっごい頭いいんでしょだと思いますけどね。あ、バスケ集めるわけにもいかない。でもね、部員はね89名ぐらいいましたね。そう、はい、A チーム B チーム C チームとあって、まあ、そこそこやっぱり B も C もそんな弱くなかったので盛んなんだね。東北リーグ大学がここなんだろうね、みんな。まああと東北大学とか、うん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 、まあ秋田警報とかも昔強かったですし、うんうんうん、ですね。なるほど、ごめんなさい、はい、はい、でこれ13番14番の中京大学と札幌学院大学、うん、まあ、これはね中京大学が勝つと思うんですけど、うん、ここで中京と日体大の2回戦というところが非常に楽しみですね。ここには山地くんがいますからね、うんうんうん、名古屋経済と中央ってどうなの。名古屋経済と中京は中京が勝ってます。中京全勝優勝なんで。中京じゃなくて名古屋経済と中央。あ、名古屋経済と中央はこれいい勝負すると思います、うん、そやろ、はい、ありがとうございます。ここいいんじゃない、面白くない、これ結構。中央は、うん、今回2部の2位なんですね、うん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 、だから自動昇格で1部に来年上がってるんですけど、うん、中央はそれでも5敗かなんしてたので、うん、拓殖はぶっちぎりなんですけど、うん、中央は2位としてなんで、まあこれいいゲームするんじゃないですかね。ねえ、はい、まあ、三上君のスリーポイントがどれだけ炸裂するかってとこですね。うん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 。プレイングタイムはもう伸ばしてるんかな、三上君。伸ばしてましたね。まあちょっと一時ね、ちょっと下げられてたよね。10分ぐらいでしたね。おう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 、はい、そうかそうか、三上君楽しみにしてます。はい、うんうんうん、まあ右へ行きましょう。はい、大阪学院と専修大学、去年と同じカードです。うんうんうん、またもやここ大阪学院はね、うん、吉井選手っていうめちゃ189ぐらいのもう
めちゃくちゃいいフォワードがいるんですけど、うんうんうん、専修大学やっぱり層が厚い。そうやね、ほんまに。何回も言ってますけどね、ここアブフィリップ選手が4回生でまだいるんですよね、うん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 、そしてセクシーモリナネがいますし、石毛富ブラザーズもいますし、専修大学は関東3位ですから。そうやな、はい、この壁は厚いし、スター揃いやしな。そうなんですよね。シゲトミブラザーズはどうなの最近？全然出てませんね。あ、そう、はい、なんでな。やっぱ他にもガードいますし、はあはあ、うん、ちょっと出番がないですね。あ、そう、はい。ここ下まで行くとちょっと飛ばしちゃうんですけど、もしなんか新潟系とか近畿とか気になるとかあったら大丈夫ですか？まあ大丈夫かな。なるほど、うん、で、まあ、ちょっと注目したい白鴎大学、うん、これはあの関東で何や7位8位とかそれぐらいなんですけど、うん、やっぱイブラヒマ選手がリーグ戦に1回も出れなかったんですよね、怪我で、うんうんうん、もしかしたらここあたりで復帰してくるのか、うん、まあ、復帰してきたらまた全然違うと思うんですけど、まあ、初戦の広島大学には勝つと思いますし、うん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 、2回戦、まあ、神奈川と学院どっちかっていうところですけど、まあ、神奈川上がってきても白鵬は勝つんじゃないかなと思いますね。はい、でやっぱ右下ですね、うん、青山学院と九三と、うん、九三は九州1位ではないんですよ。あ、そうなの、はい、九州共立大が確か1位やったと思いますね、うん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 、なので青学と九三の試合は青学がもうすごい上がってきてますよ。うん、力を伸ばし始めてる。はい、もう関東2位ですよね。うん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 、やっぱりこの前も言ってましたけど能見選手がいいですね。うん、アベレージもほぼ20点以上取ってると思います、ガードなのに。そこに赤穂ライターが加わりの、まあ、7ダニエルダンと、うん、ノビ選手とダニエル選手は同じ中学ですから、うん、やっぱその辺の、まあ、ピックハイピックとかがすごく息合ってますね、うん、まあ、どこが優勝するかっていうのはちょっとわからないにしても、この32チーム、うん、ほぼほぼ目が離せないですね。まあ、キリから言えてどこだと思う？無理くり決めにくいけど決めたとすれば、ここはね、ちょっと期待も込めて青山学院ですね。リーグを取ってトーナメントを取ってっていうのは珍しいんだよね。ないんやったっけ、ほとんど。なんかそんなジンクスみたいなのなかった？ありましたけど、うん、そんなことはないですよ。そんなことはないか、はい、うん、あの昔やったら日体大毎回4冠とかしてましたし、うん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 、全然わからないですけど、うん、インカレで2部のチームが優勝したってことはないです、ね、はい、なるほど。まあ、12月9日からありますね。わかりました、ありがとうございます。この後がウィンターカップになります。おウィンターカップも男女の組み合わせをちょっと出していただければと思います。あ、わかりました。はい、出ました。早い、うん、ちょっと準備してたからね。なるほど、うん、早い、はい、どっちからいきましょう、男子からいきましょうか。まあ男子からいきましょうか、はい。これは12月の23日から29日の間に行われる、ね、そうですね。でこれは武蔵野森総合スポーツプラザということで、ね、はいはい、で S フォリタアリーナ八王子というところも使われるようなんですけど、あ、なるほど。これはだいぶ遠いですよ、八王子なんで。武蔵野森とも距離があるの？あります、あります。あ、まあそこまでないですね、それは。うん、そこは近いっちゃ近いの。調布なんで、まあまあ、うん、そんな30分から1時間の間で行けると。なるほど、なるほど、はい、はい。
それがね、あの S なんとかかんとか八王子っていうのが女子のインカレの場所なんです、うん、あ、なるほど、 S フォルタアリーナ八王子だって、はい、S、すごくいい体育館ですよ。あ、そうなの。すごくいい体育館でした。はい、ちょっと俺聞いたことなくてさ、んと思ってなるほど、うんうんうん、さてさて組み合わせの方ちょっと見ていきましょうよ。はい、うん、男子はね、第一シードが福一ですね。うん、で第2シードがインターハイ準優勝の北陸ですよね。うん、で第3シードが、どこになるの、第4が報徳ですもんね。うん、第4報徳、これは輝かしいよね。輝かしいですよ、四つ角取るんですよ。四つ角兵庫が取りましたよ。はい、素晴らしい。第3はどこでしたっけ。第3は開始、開志国際か、うん、なるほどなるほど、うん、これもやっぱりどこだっけな、注目の、1回戦4つぐらい自分あったんですよ、うん、カードが、うん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 、それをちょっと注目、あ、ありました、はい、ウィンター1回戦の4試合、これ面白そうっていうキリの予想です。キリのおすすめ、はい、うん、東山対、うん、東海大相模。ああ、そこか、うんうんうん、はい、まあ、まあ東山もつい最近見てきたんでね、僕国体で、うんうん、まあ、いいチームっちゃいいチームですけど、うん、そこまでベスト4までいけるかっていうとちょっと厳しいかなって思いましたね。おお、そうなんだ。はい、で東海大相模って神奈川1位なんで、うん、まあ、厚木東だとか東高とか、うん、そういったところをもう打ち破って、うん、今回神奈川の枠として出てきてますんで、うん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 、まあやっぱりこの試合は僕はどっち勝つか分からないなってちょっと思ってますけど、東海大相模サイズ大きいんかな。いや、そんな大きくないですね。そうやんな、はい、まず、まあ、東山もそんな大きくないですよ。あ、そう、はい、東山そんなでかくないんか。はい、うんうんうん、で次がですね、うん、新潟1位ではなく新潟 D の帝京長岡と、うん、実践学園。うーん、やっぱ実践はねずっとここ最近力つけてますし、そうやんな、実践のベスト8は最近もう結構当たり前になってきてますんで、うん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 、この帝京長岡実戦もセルやろうなと思いますね。うん、1回戦のカードとは思えないですね。中学も強いしな。そうなんです、中学が強いからやっぱりこのチームが若いのかどうかっていうのをまず見てほしいし、はいはいはい、でもしそのチームが若いチームなんだったら1年生とか、はい、2年生で鳴らすやつがいないかちょっとチェックしておいてほしいな。僕は分かりますか。はい、3番目のカードは市立船橋と広島南と、うん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 、これもやっぱり市立船橋もやっぱ千葉ではもうね当たり前に強いですし、関東大会でもやっぱり強いですし、それがやっぱり広島王者広島南、うん、ここの一戦はちょっと目が離せないですよね。はい、で最後4つ目が、うん、羽黒と土浦日大。あ、そうなん、はい、このカードも、うん、まあ、土浦じゃないのってみんな思うかもしれないですけど、うん、やっぱ羽黒は能力高いですよ。はい、で、まあ、土浦はね陣ヶ丘選手から始まり、うん、あれですね、シューター、うん、10番のあの子ですね、鍋田アレン。あ、鍋田、はい、まあ、あの子が何本決めるか分からないですからね、うん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 、刺さったら10本ぐらいいきますけど、うん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 、これは面白い4つの試合やと思いますね、うん、まあ、2回戦も面白いのは結構ありましたけど、うん、まあ、言ってもやっぱり今回報徳学園のベスト4を打ち破って、うん、決勝行ってほしいですよね。そうやんな、行ってほしいですよね、ほんまに行ってほしいですよね、そこね、行ってほしいな、ほんまに表現としてね、表現なんとか行ってほしいな。でもそこにはやっぱり大きな壁が、
まあ福岡第一とやる前にもやっぱり壁はありますもんね。野城はどうなってんの？野城はいいです、いいらしいですよ今年。あ、そうなんや。はい、森山ひなた選手がね神戸から行ってますもんね。うん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 、あの子が今2年生でやっと次3年生に上がるっていうところで、うんうん、もう野城の、中心メンバーですね。あ、そうなんや。はい、まあ1年の頃から試合は出てますからね。うん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 、今年の能代面白いって聞いてますよ。ねえ、なんかめっちゃ大きいスリーべっちゃんべっちゃんのゴールやの。あ、いますね。ねえ、あの子見てみたいな。見たいですね。ちょっと見たいよな。はい、能代の初戦がね、あの福井県と当たるんですね。そうやね、福井商業やね。ちょっとかわいそうですね。ちょっと福井としてあの北陸が準優勝したんで、北枠っていうところで出れたチームなんで、うん、うん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 、まあ、せっかくですけどちょっと能代は厳しいかなっていうところありますね。いや、でもここの福井商業はね、分からへんやんな。もしかしたら歴史上初めて能代と試合ができるという貴重な体験が得られるかもしれないし、うん、そうですね、うん、やっつけてもしたら超面白いことになるしね、これですね。うん、男子どっかあと聞きなんか話しとかないといけないとことか、なんか聞いときたいとことかありますか？そうだね、やっぱ報徳が決まるところっていうと、はいはいはい、これだね、26日か、東山やな。そうですね、それ破って第一破っていうところか。東山ってその前にどこと当たるんでしたっけ？報徳と当たる1個前になんか強いところと当たりませんでしたっけ？藤枝明誠。藤枝明誠もまあ強いですね。マリージン2名いますしね、うん、そこやっつけたら帝京長岡か実践かっていうとこちゃいます？なるほど、藤枝明誠、うん、なかなか強いですね。うん、藤枝明誠はちょっと、うん、東山から見ると下に見れないんじゃないかなって思うけどね。なるほど、うん、まあ、まあ報徳もその東山行くまでに2個ぐらい勝たない、うん、1個か勝たないといけないですよね、うん、1個2個勝たないと東山のブロックと当たれない。どこと当たるんでしたっけ？ちょっと僕あの女子の方の組み合わせ今見てて、ああそう、東山のブロック行こうと思ったら、はい、岡山商科、県立佐賀東、納屋さんとこですね、うん、日本航空、日本航空そこそこ強いじゃないですか、うん、県立富山工業、はいはいはい、うん、別府溝部学園、あ、大分ですね、うん、はいはいはい、前橋育英っていうところですかね。あ、前橋育英もちょっと苦戦しそうな部分ありますけどね、うん、そうやんな。やっぱりここまで来るとみんな強いな。強いよ、どこと当たっても。うん、日本航空もね、もう山梨って言ったらもう日本航空ですもんね。そうやね、はい、もう最近甲府西とか出てこないですもんね。うん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 、はいはいはい、なるほど。まあ行ってほしいな、行けるとこまで。そうやね、はい、女子行きましょうか。女子行きましょう。はい、うん、まあ、女子は、今回愛知県が3個ぐらい出てるんですよね。あ、そうか、はい、うんうんうん、まあ第1シードは大岡学園です、うん、第2シードは岐阜城、うんうんうん、第3シード大阪桐蔭、うん、第4シード大阪薫英と、うん、極端ですね。東海東海、関西関西、そうやな。ここはもう結構もう風洞になってきてますよね、大岡、岐阜城、うんうんうん、桐蔭に薫英と、うんうん、で真ん中あたりに、まあ、たくさん強いチームもあるんですけど、うん、まあ、ちょっと注目しときたいのは、うん、カタリナ、うん、カタリナを最初に言ったね。カタリナと埼玉栄、うん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 、
うん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 、埼玉栄はね男子も女子もまあ強いんですけど、うん、やっぱりどっちかというと女子に今はちょっと力入ってるのかなっていうぐらい、うんうんうん、インターハイとかウインター最近ずっと出てますよね。これもあれやろ、ぶち抜いとったやろ埼玉栄が。そうですね、うん、とにかく失点が低いですね。あそうなんや、1回戦からずっと見てて、はい、そうですね、うん、ここのやっぱり強みは中高一貫の、うん、あれエスカレーター性なんですよね、うん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 、なのでやっぱり中学で3年間一緒にやってきたチームメートがそのまま埼玉栄高校に入るという流れになってますんで、うん、計6年間一緒にプレーすることになるんで、うん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 、どちらかというと個人というよりチームの輪が強いチームですね、うんうんうん、応援にしても何にしてもやっぱり団結力がすごく感じますね、うん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 、そしてこの中で一人ね2年生のシューターの子がいるんですよね、うん、なんとかみゆちみわちゃんみゆちゃんとかいう、ちょ名前が出てこないな、忘れちゃったな、うん、2年生の子なんですけどね、うん、ちょっと調べましょうか、はい出た、はい、ちょっと待ってください、すぐ出しますんで、うん、お願いします。はい、埼玉サッカーへと、うん、個人票じゃないつこれかな、うん、はい出ました出ました、うん、大谷美優、大谷美優選手、うん、はい、フォワード、うんうん、2年生、うん、170cm、うん、埼玉栄中学校です。うーん、この子がやっぱ一番シュート力があって、うん、ステップバックスリーとかも得意なんですよね。すごいな、はい、女子で、まあまあどちらかというと女子だからどうなんだ、そんなに大きい子はいませんよ、180とかはいないし、176の子が一番大きいですね。うちの彩香選手っていうのが2年生でこのセンターですね。まあ1年生も3名ほど入ってますし、うんうん、まあ、ほとんどがやっぱり埼玉栄中学ばっかりですね。うん、うん、ここ珍しく県外いませんね。あそうなんや、ほぼいないですね。四季も埼玉ですし、うん、八潮も埼玉ですし、うん、あとは埼玉栄なんでほぼ県外はいませんね、うん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 、でコーチが2年目になる塩川さんで、アシスタントコーチは作家さんですね。うん、うん、まあなかなか冬強いっていうイメージありますけどね。うん、埼玉栄ベスト8ぐらいは行ってた時が記憶にありますね。まあでもカタリナもちょっとだけ動画で 見たんですけど、うん、松岡、うん、あゆな、はい、うん、すごく手が長くて、うん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 、ドライブも速かったっすね。あそう、はい、うん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 、面白いじゃないですか。ちょっと身長ちょっと大きいですよね。なかなか大きいよね、はい、うん、得点量産できそうな気がするんですけど、うん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 、でもやっぱカタリナは知らない人いないですからね、女子としてね。うん、超有名、うん、超有名です。ここのカード1回戦めちゃくちゃ面白いんじゃないですか。なあ、はい、これはねちょっと注目、これもちょっとね1回戦のカードとはちょっと思えないなってパッと見思いましたけどね。松岡あゆな175cm だって、でかいと思いますよ。176センチの栄の子が一人いるだけなんでね、うん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 、ほぼほぼですよね、うんうんうん、それ今カタリナのメンバー見てるんですか。見てます。あの5番の森さんって言いますよね、うん、森光輝さんっていう。何センチあるんですか。この子164。あこの子やばいっすよ。あそう、この子得点30点ぐらい取りますからね。あそうなんや、はい、まあこの僕初戦は見に行きたいなと思ってます。ぜひバスト出したいです。そうやね、はい、うんうんうん、あとは注目のカードとし
ては、うん、あれ聖夜もあるけど、うん、札幌山の手と東海大付属福岡、うん、福岡って大体強いんですよね女子もね。ああそうなんや。ただまあやっぱり札幌山の手かなっていうところはありますけど、うんうんうん、このカードもまあ面白いと思いますね。はい、まず兵庫県の市立尼崎、うん、高岡第一ですね。ああ高岡第一か。はい、まあこれもね有名ですけど、まあ、ちょっと1回戦勝ってほしいですね。うん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 、勝ったら岐阜城です。なるほど。はい、まあ、女子は会場があれなのかな、ほとんど八王子なのかな、どうなんだろう、うん、あっいやそんなことないですね、武蔵野森ですね。うん、うん、武蔵野森か、見に行きたいなと思いますよ。ねえ、はい。E F G C D E F G え F もあるやん一応。あるんですけど、カタリナの試合が、うん、カタリナの試合は E やん。E っていうことは E っていうことは E。ああ八王子や。八王子の方ちゃう。八王子ですね。うん。もう遠いっすわ。これどうやって決められるんやろ、ほんますね。 なんかこう上から A、B、C とかなってないからさ、はいはいはい、どうあれやっててんのって思うな。ねえ、大岡なんて A、A、A、A ですもんね。そうやね。うーん、岐阜城は D、D、D、D やしな。まあ D はまだね、武蔵野森だからいいですけどね。EFG に当たったとこはちょっと嫌ですね。だからやっぱりよく見たら1シードは A、 2シードは D、 3シードが C、 4シードが B って、こう4つ角はメイン会場当たるようになってるわ。なるほど、うん、なるほどね、うん、でもね大岡なんかはちょっと開志国際の試合とか見てみたいじゃないですか、うん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 、当たるかもしれないわけなんで。そうやな。なのに、開志国際は E になってるから、うん、ちょっとスカウティングもちょっと大変じゃないですかね。そうやな。なるほど。確かに。奈良分はどこにいるんでしょう。奈良分は右の上の方の真ん中。早いな答えの。え？早いっすね。もう見てたんですね。うん、見てたよ。あ、山形中央と。そう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 。あ、ちょっと上に明星学園がいるじゃないですか。明星学園いるね、東京。これ強いっすよ。これ強そうやな。東京1位っすもんね。うんうんうん、八村君の妹さんが今いますね。おお、そうやな。はい、うん、でキャプテンが田中ナターシャで、うん、やっと3年生になりましたね。うん、これは面白いね。面白いっすね。ああ京都聖火もこんなとこにいるのね。そう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 。ちょっと右ブロック強いですね。京都聖火も強いんやで。これ強いですよ。なかなか強いんやでこれ。だからこれね、あれ聖夜湘南も面白いですもんね。身長低いんで。県立佐賀北、身長低いんだ。あれ聖夜、あれ聖夜低いですね。あそう、ファイブアウトに近いですもんね。あそう、はい。開志国際とか大きいですけど、うんうんうん、まあこれもね、まあ順当に四つ角は勝ち上がってきそうな気はしますけど、うんうん、四つ角じゃないところが最後残ってほしいですね。うん、まあこれも見たらちょっと速報していきたいですね。うん、そうやね。うん、この12月のこのシーズンって岸さんめちゃくちゃ忙しいんじゃないですか。この辺はねちょっとバタバタしてるっちゃしてるんよね、やっぱり。なるほど。うん、だからインカレなんてもっと忙しいんですよね。90からずっと1週間も。うん、なるほど。なかなか収録が難しいと。収録はできる、観戦には行けないけど。
あーそういうことですね。うん、観戦行きたいけどな、もうこの時期ってもう普通のね仕事してる人やったら誰でも忙しいよね。まあ 90% 以上の人が忙しいでしょ。忙しい時期やで、ね、これ、はい、だから親御さんも見に行ったりするのも大変やと思うわ。予定組み合わせて、ね、もう早くこう年末の仕事じまいをしてしまうのかもけんか、それができないこともありますよね。そうやね、その会社的にはやっぱできないことあると思いますよ。うん、でも子供の晴れ舞台は見たいって言って、俺何回も二往復とかしてる保護者見たことあるよ。ね、ああ、まあそれぐらいしかないっすよね。うん、あと日帰りを強行する兵庫県人とかね。そうですね、うん、なかなか泊まりで前乗りなんて言ったらもうね、うん、難しいし、その日帰りの人なんか一回車で来て帰りは新幹線で帰って、で行きをまた新幹線で、行きは飛行機で来て帰りまた車とか、そんなんとか。なるほど、もう置いといてね車を。いやー、ほんと大変な時期ですよこれ。そうですね、で勝てば勝つほど宿泊代やらいろいろかかりますしね、うん、そうやね、すごく名誉なことです、すごく嬉しいことですけど、なかなか厳しいっすね、うん、ね、うん、まあでもこっからもうバスケットがどん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 楽しくなってくる時期ですから、no。はい、で年明けにはすぐねもうオールジャパンが始まりますし、うん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 、ここが一番バスケットークラジオが頑張ってあかんとこですよ。ほんまやな、はい、毎年そう思いますけどね。まさにそうですね、はい、うん、僕たちも取材行きたいですね。なんてなんて、取材に行ってちょっとね人に出てもらいたいですね、ほんまな、はい、うん、まあ、藤本幸太選手にはちょっとねオファーしてますんでね。ああそう、はい、ちょっとインカレ終わって落ち着いたら出てもらおうかなと。うん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 、はい、まあ、今回大阪体育とあの大東文化の試合は大阪体育のベンチ裏の観客席で応援させてもらおうと思ってます、厚かましく。あと大阪体育にさ育英卒以外の友達連れてこれるんやったらさ、兵庫県のね、それ多分、ね、大丈夫やと思いますよ。このオファーもちょっとかけといてほしい。だから科学技術とか村野工業とか報徳とか、はいはい、ああいうとこ出てる浩太の知り合いの裾野もちょっと広げていただいて出てもらえたら。なるほど、結構ねリスナーさんたくさんいてくれてるんで、その辺の人らからするとぜひっていうところだと思いますよ。なるほどですね、わかりました、うん、あと中京大学石本君にも会ってきますね、うん、おお、ぜひぜひ頑張ってるかなと思って。ほんまやね、うん、ちょっと体絞れてごっつなってるんちゃう、ね、やっぱりですかね、うん、だってあの恵まれた体格やったらすぐガッチンガッチンの筋肉になると思うねんなちょっとねなんか聞くところと腰を言わしてるっていう話聞きましたけどね。そうなの、はい、お、まあ、まだ1回生なんでね、うん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 、いや ぜひちょっと話してきて。わかりました、で出れるんやったら出てくださいと。わかりました、言っといてください。まあ今日はこんなとこですか。はい、ありがとうございます。40分ぐらいでしたか、今日は43分28秒お、まあいいですね、というところでございますよ。はい、うん、さて皆さんも388回目のバスケトークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と聞いてました。See you next time. Bye bye.